ちは、武田クリーニングです。今日ご紹介のアイテムはバーバリーのブルゾンになります。異なる素材が扱われているんですけども、どちらも化学繊維だと思います。シャカシャカツルツルするような前身頃に対してラグランスリーブになっていて、お袖と襟と裾はジャージ素材ですね。お腹にポケットがついていて、ごく一般的な形デザインだと思いますが、やっぱりバーバリーですから、ファッション性を重視したお色使いとか、そういったものになっていて、まあ、シルエットも着た時にはそんな風にかっこいいんじゃないかなという風に思います。お洗濯表示はこちらになります。ドライクリーニングができないようになっておりまして、水洗いをしてくださいという風になっております。そして、素材ですけども、産業紹介の時代のバーバリーのタグがついておりまして、ポリエステル 100%、 それは前身頃とリブの部分ですね。そして後ろ身頃と袖部分、これが綿60のポリエステル40となっております。素材的にはどうしてドライできないんだろうというふうな素材なんですけども、洗濯表示的にはそうなっております。そしてシミなんですけども、シミはですね、ここです。マーキングしてあるところに薄くドット状のポツンと一箇所シミがあるのが分かりますでしょうか。これがですね、すごく気になるというふうなことでお預かりしております。バーバリーはですね、産業紹介で取り扱いをやめてから何年か経つかと思うんですが、すごく大事になさっている方多いですね。やっぱりそのいつでも買えるよというふうな時と違って、もう買えないっていう風になるとね、急にやっぱり、大事にしなきゃっていう風に思う人が増えるのか、そういうのってありますよね。今ファスナーこれ外しました。ファスナーの持ち手外れるんですよ。外れるものは外しています。そして外れないものはカバーをしたいと思います。そして、染み抜きをさせていただきます。はい、それでは仕上がり見ていただきたいと思います。シミ抜きを部分的にさせていただき、そしてまだマステを剥がしてない状態なので、シミがどこにあったのかというのはここですね。ここにあったシミがすごく綺麗に、跡形もなく消えております。部分的なシミ抜きをしてくださいというようなご要望でも全然大丈夫ですよ。丸洗いをした方がいいという場合はそういうふうにご説明いたしますし、これは部分的なシミ抜きでも大丈夫というふうに判断した場合は、洗わずに部分的にシミ抜きだけをさせていただくというふうなことも可能でございます。もちろんその全体処理で洗うこともプレスして仕上げることもしなくていいというふうなことで、もう本当にシミ抜きだけ、部分的なシミを抜くだけというふうなことで言えばクリーニング代はかからないですね。ただそのシミ抜きの内容によっては全体処理と併用した方がいい場合もございますので、そういった場合はその旨ご説明させていただこうと思います。特にこちらのお洋服は家で、洗濯機で水洗いしても大丈夫というようなものでしたが、お客様的にはもうクリーニングもお願いしますというふうなことなので、前処理のつもりだったんですけど完全にシミが抜けちゃったので、今アフターの動画を撮っていますが、これから全体処理をしたいと思います。バーバリーのジャケットです。ご利用ありがとうございます。